まず私についての紹介をさせていただきます。まず最初に1986年に建築の学位を得ました。またコンピューターデザイン、電子工学といったことで博士号をいただいております。ですので伝統的な建築からコンピューターからデザインのプロセスといったことを学んでまいりました。そしてその後でありますけれども、シンシナチ大学および UCLA におきまして准教授を行ってまいりました。その後ですが、ハーバードに来ました。ここでいろんなことを学びました。で現在ですけれども、ここで会社スタートアップを作りました。スタートアップの会社を作りました。その後でございますけれども、同済大学、現在上海にある大学ですけれども、そこで教授を行っています。非常に良いここで生活をしております。福田先生、直美先生、中国では何が起きているかということを言っていました。非常に驚くべきことが起きています。多分ニュースでは聞かれないようなことが起きていると思っています。デザインにおきましても、で中国はとても良いところだというふうに思います。まず最初に2025年を目指して、中国ではメイドインチャイナということではなくて、中国におけるデザインということを考えています。そして政府が何かが言ったならば、中国ではそれが起こります。ですので中国においてはデザインを行うということを言っています。もう一つ重要なことが AI、 中国が AI のリーダーになりたがっているということであります。2025年におきましては、中国が2025年には AI のリーダーになる、2030年においてもそのようになるということを考えています。200年以上リーダーになるといったことを言ってるんです。まあ、そういったことは西側世界では起きませんでした。でもそのようなことを考えているということです。私はそういった意味では AI のところにいるので、非常に良い時間にセンター、実際に AI のセンターにいるということが言えると思います。まず最初に私がどういったプロジェクトをやっているかということをお話しさせていただきます。 NICE というプロジェクトです。ネイバーフッドオブイノベーション、クリエイティブネス、アンディエンタープレイニアシップの NICE、 上を取って NICE ですけれども、これは西側とはだいぶ違ったプロジェクトであります。コミュニスト、共産党の国ではありますけれども、人間に視点を置いています。このプロジェクトはどのようにしてデザインが AI で解釈されて、それが行われているかということであります。今大学におけるショーケース、展示物とも言えるようなプロジェクトであります。いろいろなことを行って、それを見てもらう、そしてフィードバックを返してもらう、研究所に返してもらうといったことを行っています。でちょっとごちゃごちゃしていますけれども、これが ここにアストンマーチンがありますよね。非常に高い車です。世界でも一番高い車ということになります。そのそばにはセント屋さんがすぐ隣にあるんです。それが現在の中国です。すぐに高級なものから普通のものがあるわけです。MIT の場合では、外に MIT の大学のそばにはゴミ捨て場があります。で、いろんな人たちが集まってきます。で、研究所のところでいろんなことを行うわけですけれども、いろんなことを発見しているわけですけれども、非常に違った世界であるということが言えます。これがその大学のところで行われたプロジェクトでありますけれども、このプロジェクトは現在広がっています。これが現在東西大学のキャンパス、私たちはこのキャンパスの外にラボを持っています。ここでアーキテクチャースクール、建築学のところのスピンオフといった形で行っています。ここにバスの停留所があります。
そして車の修理工場もあります。でここでデザインが行われているのであります。そして5階建ての建物、コンピューターサイエンスを行えるところやバイオテックを行っているところ、そしてエンジニアリングを行っているところ、 IT を行っているところ、そういったものがのセンターと現在になっています。デザインは最終的なプロセスではなくてプロセスの真ん中にあるといった形でこれで行われています。でこれが一つのプロジェクト。もう一つのプロジェクトが NEEDS、 NEXT Economy and Ecology Design Study の NEEDS であります。これは関東省深センで行われています。でここにおきまして、フィンランドにおいてもミラノポリテクニコミラノ大学におきましても、こういったニーズのいった研究所はあるわけですけれども、私たちはインキュベーターとしてこちらで行っています。これが現在の私たちの状況です。我々のスクールがある建物、この周りですけれども、深圳関東中深圳の周りには、テンセントという大きな、中国においては大きな会社があります。QR コードで見てみたらば、ここで分かると思いますけど、テンセントがここにあります。ここに私たちは生徒を送って、テンセントのいろいろなことを学ぶようにさせています。どういったことをしているかというところであります。でこれがこの外部から見たところの状況です。コーワーキングスペースがあって、そしてこれが実際にオープニングを行った時の実験であります。そしてラブ、学校があって、いろいろな人が集まってくるといったことを行っています。もう一つのプロジェクト、これも重要だと私たちは思っています。デザインとそれからプログラムを一緒にするドクターオブデザインプログラムというものであります。ハーバードでもこういったことを私はやっていました。同じような考え方を中国でも行おうというふうに考えております。基本的にはドクターオブデザインというのは PhD 博士号というふうになっていますけれども、デザインというのは非常に異なっています。ハイテックデザインは特に違っています。5年間のプロジェクトで終わるということはありません。ですのでこのデザイン、ドクター・オブ・デザインといったものには今までのクラシックなやり方ではなくて、このような形でやっています。ハーバードのシステムをこのように導入しました。ドクターのデザインではなくて3年間の間でこのような形でやっています。まずクラスでやって、そしてコースを1年間取ります。試験をやって2年間の勉強を行います。そしてこの中でこのようなことも間にやっています。学校の授業の間にこのような子たちを取っています。学校の学部の中で、または外の外部でもこのようなことをやっています。アカデミックとそれからビジネスを一緒にやっています。両方ともやっていることをやっています。でこのようなことでスタートして3年間のコースを行って、そして学んだことをパネルに提出いたします。そうすることによってデグリー単位を入手するということになります。でこれは素晴らしいしユニークでもあります。そして役に立つ勉強のやり方であるというふうに考えています。次に AI デザイン、これを一般的に話をしました。中国では互いにコネクトするかということですが、日本語は話しませんが中国語は話します。そして多くの中国の言語は非常に AI にとって重要になっています。なぜこのようなことになっているのか、3つの部分に分けていきます。まず1つはデジタル、
それからアイディア、そしてインテリジェンス。チョンミン、これは賢いという意味です。なぜスマートなのか。AI、これは従来の意味のスマートというわけではないのです。そしてデジタル、これはも、問題の多い分野です。私は86年に建築学部を卒業しました。そして、留学しました。私がその頃の仕事というのはペンと紙でやっておりました。ペン、そして間違ったらそれを OK して、やり直すということはできませんでした。捨ててもう一回やり直すということをやってたんです。そこで線や定規を使って書き、そしてインクで書いていました。このインクを消しゴムで消していたわけです。そしてそれを絵で描いて、建物の絵を描いて、最初にモデルを作りました。これは本当のモデルです。模型です。 3D プリンターなどはありませんでしたから、これを全部手作業でやっていたんです。そしての手を使ってこれらの作業をやっていました。ですから自分は今でもスケッチが非常にうまいです。手を使ってやるのです。しかしこれがプロセスです。まずアイデアを得て、ここは同じです。そしてスケッチをします。そしてドラフトして絵を描いて、そして 3D のモデルにします。しかし90年代に問題が起こりました。変わったことが起こったんです。これが90年代の状況です。ソフトウェアが導入されました。 CAD です。コンピューターエイディドデザイン、 CAD です。これがデザインを、設計を変えました。これが私らが最初に持っていたものです。そしてキャティア、マイアップ、フォトショップ、CNC、オートキャド、これらのものは全部90年代に登場したものです。これが全ての状況を変えました。もはやペンと紙で仕事をするのではなくて、コンピュータースクリーン上で仕事をするようになりました。ボタンを押して仕事をするようになったのです。ではこれはいい面も悪い面もあります。いい点は今多くのことが起こっているということ、そしてもう一つはあまり多くのことも起こってないということです。すべて簡単になりました。絵です。絵は絵なんです。写真は写真なんです。確かにそうなんです。私が初めて絵を見たときに、私はそれをその価値を認めました。それが本物だと思いました。しかしそれは変わりました。90年代に新しいユーザーという部類が現れたので、誰がユーザーでしょうか。みんながそうなんです。私もユーザーですし、あなた方もユーザーです。私の母もユーザー。誰もが突然この写真を手に、そして絵を手に入れるようになったんです。ソフトウェアが手に入りましたから。ソフトウェアによってこのユーザーが絵描きになり、そして写真家になることができるようになったのです。そしてアートのバリュー、そして設計の価値というものが落ちていったのです。本当の写真のフォトショップが可能にしました。誰でもこの写真を再現できます。ですからこのことが絵の価値を変えたのです。そして写真の価値、デザインの価値を変えたのです。しかし最も重要な点はここにあるのではなくて、誰かがフォトショップを作ったということです。シリコンバレーのどこかである人がコンピューター上でタイプをしてソフトウェアを作ったのです。それを私の母親、私などのユーザーに売って、この写真、絵を再生したのです。これはテキストです。コードと呼ばれるものです。このコードがコンピューターを認知して、そのユーザーの実現したいことを実現するのです。あるいは我々のコンピューターにやらせたいことを実現する、これをプログラミングと呼びます。これが90年代に起こりました。これによってもっと変わったことがありました。ここにあるもの、これはテキストですが、ボタンをコンピューター上で押してテキストを作る、そしてアルゴリズムに入れます。アルゴリズムが実行するのです。しかしこのプレスをボタンを押すと
テキストが生成されるわけですが、今ここにニューロンネットワークというものができました。これは基本的にシステムです。このシステムが人間の心を合理的なものを作るというシステムです。アルゴリズムです。そしてこれがテキスト化して、そしてソフトウェアにして、それをやりたいことをしたい人に売るということです。そこでこの距離、ここから最初のターゲットから距離があります。まず最初はペイン絵でした。これがデザイン、デザインが私がその書くものなんです。私は設計者で、すぐに私のやっているものとの距離というのがもう非常に事実上ゼロなんです。そして突然一歩下がってソフトウェアを書いて、ソフトウェアがやる、ツールが実現していく。そしてツールはツールが作るんです。自分が作るのではありません。そしてさらに時代が進むと、ツールがツールを作って、さらにそれがツールを作って、そしてデザインを設計をするようになった。これをギリシャ語でメタと呼びます。つまりもののものということです。メタデザインはデザインのデザインという意味です。デザインが自分をデザインするわけです。メタつまりデザインのデザインのデザインということになります。そしてこれによって違う世界が見えるようになったわけです。ここに人間が介在し、数千年前からデザインをするようになりました。私は絵描き、写真家だったら写真家ということです。こういう話でした。この話がもうなくなったのです。ですから誰も信じられないということになります。もう全て過去の話です。そこで今アルゴリズムは90年代の産物ですが、これをコードを作りました。そしてメタ、これは人間を作りました。そしてどのようにしてこうしたものが機能するかを見ていきましょう。まずこのした考え、非常に興味を持ちました。そこで他の人たちがどのように考えるかも調べました。デザインの世界での課題なのです。もう過去とは違います。これは変わらなければいけないものなのです。そこで本を書きました。この本のイントロを書いてくれた人もいます。そしてコード、どうやってコードを書くかという本も書きました。そして自分の言葉でコードを書くということ、それから他の人、アルゴリズミックアーキテクチャ、よく知られた本だと思います。そしてこれは最近の著作物です。今日主に話す内容が含まれています。そして、ハーバードで多くの人にアクセスを持ち、そしてクリティカルデジタルなどに関する会議を開催しました。そして、What if という会議も頓時で行いました。何が起こっているかを説明する会議です。過去のものはもはや現実では真実ではないということです。では次にアイデアに関して、最終的にデザインというものは創造性、これはアイデアに根ざしています。ではどうやってアイデアを我々は創生するでしょうか。これは従来からの問題です。どうやってオリジナルアイデアにたどり着くか、誰も考えていなかったようなアイデアにです。面白くなければつまらないのです。ですから多くの本が書かれました。従来からあるのはリサーチデザインというものです。ここに前々からの本ですけれども、バイブルとしてデザインをする人は使っています。これを見ますと、最初に見ると英語の本なんです。これが重要、英語で書かれた本、この点が重要です。これによってどうやって新しい問題に対処するかということが書かれています。言葉というのは非常に危険なものです。それを正しく使うことは難しいんです。ですから彼が英語で考えるか、あるいは日本語で考えるか、中国語で考えるか、あるいはギリシャ語で考えるか、私はギリシャ語で考えますが、そしてこうしたことは世界外部から入ってきます。どうやってこれが化学反応を起こして新しいものを作る、そして飛んでいるものを見て飛行機ができる、これが外部からの刺激でものが作られたということです。そして例えば定量的な方法、調査、どうやって、それからリサーチロール、で自分がどういったものかということをアイデアと探していかなければなりません。
他のやり方っていうのはないでしょうか。外部ではなくて中から探すことはできないでしょうか。言語はどうでしょうか。言語はまず私たちがアイデアを出す上の方法でもあります。そして我々の 中を見ていって、で何を探しているか理解する、何を探しているのか、どうやって理解をするのか、言葉を使って理解をしていきます。言葉を使って自分が探しているアイデアといったものを説明していきます。出てきたアイデアを説明するといったことで、言語というのは非常に重要なコンセプト、メディアでもあります。でもここには問題があります。まず英語という話をしました。私が中国に行ったとき、言語ギリシャ語のようなものがありました。ギリシャ語、言語、中国語の漢字およびギリシャ語のそれアルファベット、これはコミュニケートをするのではなくて、いろんなコードを使って情報を提供しているものだということが分かりました。まずこれが例です。これは中国語でノーという意味になります。何かを否定しているということです。コスタスノーということは、私はコスタスは存在しないということになります。でどのように何かを否定するというのは、ギリシャ語では別な形で否定をします。でこういったことを読んできました。まずこの否定の非という字ですけれども、これは飛んでいる鳥という意味を表しているということが分かりました。私はええと思いました。飛んでいる鳥がなぜノーなんだというふうに考えたわけです。それで中国語を並んでみますと、これ言語が出てきました。これは私は持っていない、名誉、私は持っていないということになります。これも否定です。何かを持っていないという否定です。で先ほど言いましたように、これはコードでありますから、でシンボルでもありますから、こう見てみると水ということを意味しています。水、そしてこれは殺すということになります。つまり水で殺す、つまり溺れるということになります。この元々の意味は溺れるということになります。そのような否定の言葉、非常に何かを否定するといったことは持っていないということになります。それは どこから来たのか。哲学的に考えると非常に問題になります。何かを否定する、何かを隠している。 No ということは、つまり鳥が空に飛んだので見えないけれども、でも鳥はいるんだ。持ってはいないけれども、で水に溺れたしたとしても、ここにはいないけれども水の中にはいるんだということになります。これは非常に面白いと思います。言語を見る上で、まるっきり違った見方で物を見ることができるということになります。持ってはいないけれどもあるんだ、そして溺れるということ、の中にはいるんだということになります。で何も捨てることはできないことになります。存在をなくすということはできません。子供であっても、赤ちゃんであっても、大人になっても、同じ人間であるけれども形が変わっていくんだと。あなたは前にはいた、そして今もいる、そして自分の存在はなくなることがないというのがコンセプトです。でこれも面白い例であります。これいつもこれは見てらっしゃるというシンボルだと思います。もちろんこれの意味はヤギです。中国語ではヤンです。ゴーとヤギということです。こんなような感じですね。これがヤギです。でここでの私の問題は、このヤギというのがなぜこんなに人気があるシンボルなのかということです。美しいという言葉、これもヤギという言葉です。大きなヤギです。大きなヤギが美しいということになります。これが美しいですか？
そしてトラだったらとても綺麗、猫も綺麗です、犬も綺麗だと思います。でもヤギがなぜこの美しいという感じなんでしょう。でも美しいというのは非常に重要な言葉です。なぜ、そして海洋の洋、これがヤギ、ヤギは海の中にはいません。でもなぜヤギがオーシャン、海なんでしょうか。でヤギは海の中で泳いでいません。で次は形という意味です。そして人のグループ、でもヤギ最後のところは群れというところですけれども、これはメイというのは中国ですけれども、群れというのはヤギということが入っています。でちょっと待って、なぜこのヤギに対して興味を持ったのは、ギリシャ語でも同じような問題があるからなんです。これは音楽という意味です。中国語でヤンインエ、ヤギの音楽で、ここでギリシャ語になりますけれども、トラゴス、これもヤング、ウジア、これも音楽。ヤギの音楽というものは、これ、悲劇ということになります。ヤン、ヤギというのは、非常に重要であります。というのは、歌が悲劇を作る。二つ重要なことがあります。言語の中では、美しいという言葉と、トラジディ、悲劇、これはギリシャの文化のエッセンスでもあります。それがヤギから来ている。なぜヤギがいつも出てくるのか。でこれは何かコードから出てくるということになります。でギリシャ語ではこの美しい、美しいという漢字、これは英語の美しい。このビューティーという言葉が、形に関連しているものだと思います。ビューティフルという言葉。で、ラテン、ギリシャ語の場合は異なる言語です。これがビューティフルの意味のギリシャ語です。オレオというのは、オーラということに。なります。オーラというのは時間という意味です。ということは時間と美しさというのは結合しています。それがギリシャ語から考えた美しさの理念です。美しさは正しい時間に来るというのが美しさであります。正しい時間ということで形ではありません。ですので、で美しい女性、正しい時間であったのが美しいということがギリシャ語の概念というふうになります。時間ということをまずコンセプトとして考えていきます。で、私が認識したのは多くのコードがあるということです。すべてがギリシャの文化および中国の文化もコードにから成り立っています。ですのでこういったことをまずアップに入れてみました。そして言葉を入れてみると、例えばスクール、学校、ギリシャ語ではコリオで、リラックス、つまり学校というのはリラックスというもともとの意味になります。つまり学校は疲れるところではなくてリラックスするというところになります。で、すべての言葉で一番大事なのはデザインです。というのは、自分が何かを話すときには自分が理解していくということは重要です。デザイナーであったならば、何がデザインであるかといったことを定義していかなければなりません。で、ここでおかしなことが起きます。コードといったものが、まずデザインというのは、ラテン語ではディシグナーレという言葉から来ています。
何か新しいことを作る、前になかったものを作る、新しいものを作る、無から作る。これが初めて作った、そこで私はデザイナーとなるわけです。これがラテン語です。そしていつもデザインをするときに何か新しいものを作るということになります。それは間違っているんです。グリシア語ではこれがデザインを意味します。そしてこれはこの中国語、これは about という意味になる、何々に関してということですけれども、そしてスキーム、スケッチ、これが同じ語源になります。これは語源をたどると、私が持っていたものという語源になります。デザイン、ですからデザインはこのギリシャ語の定義によれば、私が作るというものではなくて、私が忘れた、持っていたんだけども忘れたものということになります。ですからさらに考えると、私は忘れてしまってそれを思い出そうとしているということになります。このことを考えてみてください。デザインは新しいものを作るのではなくて、思い出して、でかつてしていたものを思い出すということです。何かを思い出すということ、これは意味がわからないんです。私たちがこの導入してきた言葉、これは間違っていたわけだから意味をなさないわけです。この点が重要です。インテリジェンス、これが新しいものを作るということをシミュレートして、忘れたものを思い出すということにシミュレートしていきます。このプロセスを説明します。そのインテリジェンスという言葉を考えてみましょう。少しクイズをします。このクイズは非常に簡単です。私にはボールがあって、この4つの箱があるとします。このボールをこのボールの中に入れてみようというのです。いくつの方法がありうるでしょうか。1つ入れました。4つ、7、8、9、10、11、16、全部で16入れる方法がありました。でこれで面白いのは、非常に原始的なことですが、どうやって入れるかということを説明する必要もなくできるわけです。すでにやり方がわかるわけです。思い出しているわけです。 Math というのは何かをすでにそこにあったことを思い出すことなんです。新しい算出方法を作ることではないんです。これは心の中にもあって、それはやる前から分かっているのです。そして思い出して、アルゴリズムが全てを実現したのです。これを順列と呼びます。これは2の4乗で求められます。この簡単です。4乗、4つの箱、2はあるかないかという意味で2です。そしてこのソリューションが欲しいときには2の4乗で方法が考えられるのです。では箱が9つになりました。2の9乗で可能な方法が分かります。理論的に何かができるわけですが、ここで新しいものを作るわけです。1つのソリューションです。1つか2つののソリューションではなくて、わずか一つです。私は情報を思い出しているわけです。そしてデザインを違う方法で行っているのです。新しい、思い出してものを作るのです。ここに私の 3×3 の その箱の世界があります。そして何か新しい形を求めたときに、これを見てみましょう。ここにクロスがあります。それは何であれ、それが分かるはず、見つけられるはずなんです。しかしクロスが嫌なら、もう少し面白い形、左右対称のものを見つけようとすると、みんな左右対称です。そして縦に対称な形を持ったものもあります。より良いものを選ぶことができます。しかし全部私は選びました。
ここにもっと不思議なことが起こります。パズルです。最終的なテストはインテリジェンス。パズルを子どもに与えるとそれを解決する。そうするとどれだけその子どもが賢いか分かります。このパズルを解くにまずこうやって始めます。私がやっていることを考えてみてください。まずランダムに組み立てていきます。そしてこの箱の中に次のものを入れていって、今間違えるとやり直して他のものを入れて、最終的にソリューションにたどり着きます。これは塞いでしまうので取り除いて、これを入れて、はい、出来上がりました。1分間で出来上がりました。しかし非常にインテリジェントな作業をやったのです。これが私たちがインテリジェントで考えるということ、何かを作るということです。ここで質問があります。私が全くのバカだったらどうなるでしょうか。インテリジェンスによって解決するのではなくて、これを床に落とすとそれで問題が解決されます。フロアに床に物を落とす、これでソリューションが得られるといいなと考えるわけです。そしてそれを拾ってまた落とす、何も起こらない。もう一度繰り返す、何度も繰り返すわけです。1000回、100万回と繰り返、何十億回とやること、1回だけそれを落とすとそのパズルが解決されたということが起こるかもしれません。もちろん可能です。起こるでしょう。好むと好まざるとにかかる、かかわらずそれが起こるのです。何度も何度も落としました。そしてこの回数で最終的には解決されたのです。ランダムにやっただけです。インテリジェンスの問題ではありません。全く頭を使っていません。ランダムにやったら出来上がったということです。もう一回床に今落とし続けています。コンピューターによってこれが完成させられるのです。私はスマートである必要はありません。この回数で出来上がったのです。これがデモンストレーションをやっていますが、コンピューターの中でこれをシミュレーションしました。スピードはミリセカンドの速さです。これがソリューションになります。ランダムに入れていって、この回数で終了しました。あなたのコンピューターはがそこにあって 2.4GHz のものがあるとします。そうすると24億のスピードです。これは何でもありません。この数はミリセカンド単位です。ですから1分間30秒、そして20秒で終わらすためにはインテリジェントである必要があるでしょうか。そして全くインテリジェントがなければこの回数です。インテリジェントだったらゆっくり、使わなければもっと効率的にできるわけです。こうした可能性なソリューションをこのシナリオで解決するとしたらどうなるか。私がまずこうしたパズルを一つずつ組み合わせていって、あらゆるソリューションを試したらどうなるでしょうか。一つずつです。さらにスピードを速めていきます。ここにすべてのソリューションが示されています。いくつあるか分かりますか。1465のソリューションの例です。これは面白い、こちらつまらない。そして一番外見がいいものを選びます。これがその対象物の理想となります。対象物です。これが左右対称、あらゆる方向に金星が取れています。この1465の中から選んだものです。
これを美しいエレガントなソリューションと言います。ここにこういう対称性が これにこのソリューションにはあります。こちらの例、ここでは分かりません。ここでできることを全部やったけれども見つからなかった。シンメトリーのものがなかったか、全部やったんだけれどもなかった。これが重要なことになります。私は全てをやったんだけれども何にもないところから全てのことをやった。デザインも同じです。英語のところでは何か何にもないところから何かを作るということを考えています。このパズルみたいに何か良いソリューションがあるか、もっと良いものがあるか、それで競合他社はもっと良いものを探すかもしれません。これは全ての中からこういったものを出してきた。で、これは疑うことなく全てをやったので、これが良い一番ベストであるというふうに言えます。他を全部やってみたので全てをやった、ですのでこれがベストなものであると。このような考え方をやっていきます。例えば先ほどパズルをやりましたけれども、実際の異なるアレンジメントをやってみましょう。で、16×4 のいろんなソリューションがあります。どういった数、65536のいろんなやり方があるということになります。で、これがその一部ですけれども、そしてこれをどうやって削除していくか、これはトイレットの図であります。で、この中でまず最初のクライテリアとして、まず動的な線から言って、トイレ自体がドアに直面してはいけないということを考えて、それを削除していきます。次にパイプラインは一番短くなければいけないというふうに考えていきます。そうするとこれだけになります。約6万5千以上あったものからこれだけの数に削減されてきたわけです。これは非常に面白いと思います。で、他のものを全部削除してきた。これをデザインしたわけではありません。伝統的なデザインのやり方ではなくて、削除をしてきたというやり方だったんです。これは建設的なパズルの例です。簡単にやっていきましょう。まず、これもシンメトリーのものをやっていきます。落としていって、ずっとやっていくと、で、一つこういった絵が出ました。で、これ非常に早くこのような形の絵が出てきます。他のこともやってみましょう。ランダムにやっていきますと、このようなソリューションが出てきます。これを全部やっていくと、このような形のソリューションが出てきます。これは全部ではありませんけれども、そのうちの一部です。その中からどのようにやってきたか、ビデオをお見せしますと、で、だんだんと変になってきます。で、これをパズルでやっていくと、また重ねてやっていくと、色で、これを全部やると音楽ではどうなるでしょうか。音楽というのはいろいろな譜などの組み合わせです。ですので何らかのメロディができるはずです。ですも私はあんまり音楽が得意ではないので、文体テキストでやっていきましょう。あらゆる形のセンテンス、文といったもの、簡単なのからやっていきます。例えば5ワードでやっていきましょう。I am what I am。 これは存在する例に我があるという有名な文です。このように3125通りの文言が作ることができます。これをあんまり意味のないこと、III とか MM ということは意味がありませんから、それを削除していくと69のシンタクス上正しい言語といったものが残ります。そして
シンメトリー、対照的なものを選んでいくと、I am what I am、I am what am I といったものが残ります。これは対照的な言語です。で、8言語でやっていきましょう。そうすると、もっと大きい1600といった言語の組み合わせがありますから。でこれがいくつかの言語、解です。これもその例です。60万もあるわけですから、それをどのようにして削除していくか。とこのように全部やってみるのは、全部が分かるわけですから、非常に良いことだと思います。問題は、これをどのようにして削除していくか。こんなに大きなものからどのようにして選んでいくかということになります。時間がありません。全部の60万一つ一つ当たっていくことはできません。それをどうしていくか。これは簡単です。例えば、ストロベリーファームで何かを探そうとします。機械でそれを、私がやるんではなくて機械を使っていきます。それも同じようなことをやっていきます。ツールが私たちが加速、急速に探していくことを助けられます。私がそれを一個一個探すのではなくて、コードを使って探していくことになってきます。自分をコピーして、私のような、私の考え方をする、でも電子的に動くといったものを作ります。それがネットワークです。ネットワークはいわばシステムでトレーニングを受けてきます。私の考え方をトレーニングしたシステムです。私がやっているパターンを知っているシステムです。こう私はこうするならば、それをやっていく、それをエレクトリックでやっていきます。60万を私がチェックしたら3年はかかるでしょう。ですが、これを電子的にやったならば、ネットワークはパターンを認識していって、で文言をチェックしていきます。で正しいか、正か、誤かといったことをチェックして、パターンをチェック、何度も何度もやっていって、すべてのパターンを見ていって、最終的にディープラーニングといった形でやっていきます。で、これはシステムです。変なシステムですけど、こういった動きをするんです。そしてセンテンス、こういったものを抽出していきました。システムがプロデュースしたセンテンスです。削除することによって、順列の中から選んでいた言語です。で、最後になりますけれども、もしセンテンス、文を作るのではなくて、コンピューターが考えるセンテンスを選ばせたらどうなるでしょうか。アルゴリズムがアルゴリズムを作ったらどうなるでしょうか。コンピューターが理解するセンテンスを、シンボルを作っていったならば、ABC とかこういったものを作ったならば、すべて考えられるフォーミュラを作っていたならば、このような数の可能性があります。で、2500のフォーミュラといったものが、シンタックス的に正しい言語といったものを作ることができます。そしてそれをアルゴリズムにやったならいたならば、シークエンスが出てきます。これは非常に大きなもの。になります。で、ここでこのその結果はこういったものになります。で、もう一度戻りまして、これがあらゆる可能なフォーミュラです。これは基本的にこういった方程式といったものを一つ一つ取っていって、そして方程式にあります。
で、どのようにして形が作られるかといったことを見ていきます。理論的に言えば、で、元々のスライドに戻ってきました。先ほどデモンストレーションしましたけれども、コードを作って、センテンスを作って、アルゴリズムを作ると言いました。考え方というのは、まず人間的なやり方で、人間的なやり方からアルゴリズムに移り、そしてメタに移り、そしてコンピューテーションといった形にいきます。新しいニューラルネットワークに行って、現在ある形ではなくて、パーフェクション、完璧の世界といったものを順列から出していきます。そしてパーフェクトのところから何かものを探していくというのがデザインです。現在は私たちはここのやり方からデザインといったものを出していません。現在はデザインではありません。その理由は、不完全な世界から現在コンピューターというのはパッシブシステムといったところから、何らかのタスクがあったならば、タスクから決定するのではなくて、計算をしていくといった形です。それが今までのやり方でした。現在そういったことをラボでやっています。同済大学においてこういったことの研究をラボでやっています。そういったコンセプトといったものをやっています。中国の人たちと、および世界中の人たちとやっています。もう一つ例を挙げてみますと、オートメーションといったこともやっています。デザイナーがやっていることは、オートマティックにこういったことをやっています。システムの中からこういったものをやって、何かをやったことについて、いろんなコンビネーションといったものを作っていきます。例えばこれはパーミテーションベースで、こういったものを作っていきます。システムの中からやっています。異なるタイプのいろいろなジェノタイプなどやっています。これもジェノタイプ、フェノタイプ、こういったことをやっています。そういったものをデモンストレーションしていって、システムの中から、数学的なシステムの中からパーミテーション、エクストラクトといったことを行います。何かがないものから作るのではなくて、全ての中から何かを作っていくというのが我々の考え方です。そしてインプリケーションとしては、例えば食品、ファッション、それから映画、音楽、それからゲーム、都市計画、そういったものから、こういったものをアプリケーションとして作っています。またはドレスコード、どういったものを着るかといったことをアプリケーションで作っていきます。例えばどんなものをワードロープの中から今日着ていこうか、またはこれはレシピ、これは別なプロジェクトなんですけれども、どういったものを冷蔵庫の中から作っていくことができるかといったアプリケーションです。またアプリケーションの中で椅子を作っているところもあります。これはストーリーテリングというのは私のアプリケーションでやっていますが、システムの中が作ってきたストーリーです。2人の女性、それから1人の同性男性がこういったテキストをストーリーとして作りました。そしてその可能性といったものをストーリーの中にやっています。でもこの話というのは論理的ではありません。倫理上正しい形のストーリーではありません。でこのようなストーリーを作ってきたわけです。システムを出して私に似せたシステムが、こういった私にとっては気に入らない文言といったものを出してきたわけであります。つまり変な概念、私が気に入らない概念を出してきたということになります。コンピューターはツールであります。
つまりツールは私たちがコントロールしなければならないものです。ハンマーでも鉛筆でも自分がコントロールするものです。コンピューターも現在ある我々がコントロールできるツールであるということになります。私たちが監視できるツールであります。いわばパートナーであるけれどもツールであります。そして限定されたツールであります。これはある意味では私たちが拡張しなければならない。コンピューターは私たちがより良い結果を出す、そして私たちが拡張する上でのそれを援助するツールということになります。私は2年前に中国に行きました。非常に面白いところであります。いろいろな革新が起きています。非常に面白いことが起きています。政府からの援助がたくさんあります。フェローシップまたはいろいろな同僚に対しても援助が行われます。習近平がこのようなことを言っています。2017年に美しい中国を建築する、そしてエコロジカルな文明を作る上でスピードアップをしよう、この美しいといった言葉が入ってきます。先ほど美しいというのはインタイム、時期を得たということが文言としてあるというふうに言いました。これは重要なことだというふうに思います。そしてこちらいろんなことを書き込んでいますけれども、これが私のリンクになります。